だからそんなんじゃないって。二人で怪獣を全滅させ、傷が痛むんですか。え、石川、俺だって。ちょっと本気で殴ってみる。絶対ダメなやつ。え、ラズカ、大丈夫か。後から行こう。ほらね。あ、戻った。戻り方もキモ。すっげえおしっこしたい。隊員になることってないのか。お母さんは病…そうだ…二度目の吠え面ね、日々のカフか。あと何回書かせてやろうかしら。おめえの吠え面も拝んでやるからな。済ませちまおうぜ。おじさんってば。先輩。ん？そう、あんたよ。さっさと気づきなさいよ、おじさん。